奥に片田さんです。今日はですね、ちょっと変わったお店なんですけど、公園の中に入ってるカフェ、そのうちカフェっていうところがあるみたいなんで、そこ行ってきます。公園の中に入ってるカフェっていうのもすごい気になるし、そのうちカフェってことは今はカフェじゃないってこと、これからカフェになるってことなのかな。その辺も謎なんで行ってきます。探ってきます。この公園やと思うねんけど、あ、もしかしてあそこ？あの奥？普通の公園やで。近づいてみよう。うわうわうわ、ここやん。これ気づかへんな。すげえ。入ります。こんにちは。お昼ご飯食べてないんで、カレーいただきます。漢方薬売ってはるわけ。個性豊かなメンバーで。そうです。京都に限定して巡ってます。おー、坂本。いや、めっちゃ知ってます。あの9番出口の横、あれちゃうか。はいはい。あ、でもめちゃめちゃ分かってます。あ、坂本さんのとこなんですね。高麗人参とかですか。オットセイのペニス。なんか猿の脳みそみたいな。あ、それもあるんですか。専門店の、あります。専門店。そこに、あの、猿の頭の黒焼きが置いてます。お酒は飲まない。お酒好きですけど、今日車で来てるんで。今日は車です。はい。子供ジュースあげる。梅のジュース。子供ジュース。子供ジュース。子供のジュース。お冷やがあるあげます。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、美味しそう。これからお漬物なんで。はい、好みで。ありがとうございます。あ、すみません、もらいます。いいよ。あ、いいんですか。え、これ写真撮ってます。あ、全然自由に。もうバシャバシャやってください。逆取材。乗っけてもいいですか。乗っけてください。逆取材。すみません、ありがとうございます。いただきます。カレーライス、キーマカレーですね。チーズがプクプク言ってる。いただきます。めっちゃ美味しいですね。梅。すみません、カレーじゃなくて梅なんですけど、最初飲んだ子供ジュース。子供ジュース。はい。独特な香辛料とか、そんな癖なく、普通に美味しいカレーでしたね。辛い漬物つけてちょうどいい感じだった。でね、米が異常に美味しかったんですよね。じゃあ、しょう。なんかお米めっちゃ美味しくないですか。ああ、うちの実家の米です。お腹口がいい人なので、兄貴と米作ってて。え、米農家ですか。専業なので、こんなたくさんは作らないです。三冠部で。うわ、すげえ。三冠部のちょっとしか取れない米なんで。大阪の店は行かない。え、撮影では行かないですね。休日土日はよう行ってから食べたりしますけど。大阪も行けたら。
でも京都やからまだこの見た目いけますけど、大阪やったらほんまにあかん絡まれ方しそうなんで、しそうめちゃめちゃしそう、ね、だからちょっと怖いです、家からちょっとそんなことですか？今日はあの車なんで家からですけど、その電車とか使わなあかん場面やったら、うん、これで電車乗れないんで、うん、え、なんで？え、乗れますけど、そのメンタル的に、あ、うん、自分良くてもなんか周りに迷惑かかるかなとかなんで、その時は最寄り駅のお手洗いでメイクしたりとか。あ、え、でも電車乗ってるの見たいですね。いやいや、一人やったらそれもメンタル持たないです。小旅行みたいな犬とか連れてたらめっちゃ欲しい。これだけでも管理大変やのに犬出てきたら僕もう無理ですわ、カメラも持ってえ、でもなんか自分撮らないでなんか周りの人が勝手に撮ってあげてなんか見つけたらあげるみたいな。僕どうやって食っていくんですか確かにそうだはい、最後ゆで卵パクリと食べてフィニッシュ。店名のそのうちカフェっていうのは、はい、今まだカフェではないってことですか？字面が良かったのと、はい、どこに変わった？吉武さんと漫画家のそのうちプラン、そうそう、これを取った、はい、これパクです。パクったパクったはい、あ、ほんまや、字面がいいの、なんか違うのかわいい。まずはわらび餅ってあります？もちろん。それも追加でお願いします。はい、このカフェって4年前はどういうスペースやったんですか？建物あったんですか？もともと建物の長いです。70年前普通の和室の民家。あ、民家やったんですね。はい、40年前に暮らしてたおばあちゃんが来ます。あ、ここに住まれてた方がですか？家族6人です。あ、めっちゃいいですね。タバコ吸ってます。はい、タバコ吸ってありますね。すいません、ありがとうございます。店ない、好きなこと店ない。あ、はい、気をつけます。コーヒーあげる。おいしい骨立て春日餅。あ、おいしいです。ありがとうございます。黒蜜はね、徳之島の黒糖。うん、じゃあしのぶさん、また。はい、また。また。ありがとうございます。また。公園から子供が来るんで。絵本がいっぱいあるんですけど、ちっちゃい子も遊びに来るというか、公園なんでね、はい、膝ずり向いたんで、マンソパンって。そんなの仕上げてるんですか？まあ、はじめまして、若菜です。しおりさん、お願いします。しのぶです。しのぶさんか、はい、お願いします。お知り合いですか？あ、知り合いです。お友達です。ここで落とす。そのまま帰ります今日は。はい、ありがとうございます。車運転してても面白いね。うん、いやでもそれも信号で止まって隣で、いや、その心配事がほんまに自分気をつけてても後ろからドーンって当たられたら、これで事故の対応しなあかんとかもうそういう日々の心配事がえぐいんです。なる、はい、何か起きたら終わります。そうです、そうです。部活に倒れたりもできないですよね。熱中症になったらこれで救急車乗るんかとかもうそんなもう頭いっぱいなんですよ。このだから映像だけだったらご飯食べてるだけやとか思われますけど、うん、えげつないストレスかかってるんですよすごいな、うん、かっこいいですね。あ、ほんますか？
ありがとうございます。戦ってます。はい、今日も戦いに行きました。戦です。皆さんまた。カメラか。カメラです。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、右行って左。了解です。ありがとうございました。失礼します。これ見たことある。なんやろうと思ったことあるわ、このお店。あ、ここやったんやな。この看板知ってるわ。気になっててん。わかりやすい目印で言った税務署近くですね。ええ感じでしたね。またそのうち来ますわ。ほな。